知らないと思った。会長の思惑にはとっくに気づいてた。だからジャクリーヌに編集長以上の椅子を用意したの。ホルトインターナショナルの代表の座、バカ高い報酬に彼女飛びついたわ。会長には当てが外れたことを話した。結局編集長が務まるのは私だけ。彼女にも無理。私を外したら編集部は全く機能せず雑誌の質を落とすだけ。何せリストがあるから、スタッフリスト、デザイナー、カメラマン、編集者、ライター、モデル、私が見出し育てた人間のね。彼らはみんな約束してるの。私がランウェイを去るときは共に去ると。会長も考え直した。だけど感動したわ。あなたが懸命に警告しようとしてくれたこと。まさかこんなこと言うなんて。でも本当にあなたは私とよく似てる。人が何を求めてるのか、それを見越して自分のための決断ができる。